い、皆さんこんにちは。ゆりすもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日は230回目、楽しみの回ですね。はい、今回のテーマはこちら、便秘すっきり法でございます。内容は聴診関連、対象者は便秘のある方、レベルは20でございます。便秘はね、ダイエットの敵でございます。毎日確実に体重が増えていきます。できるならね、便秘は避けたいもの。今回はその便秘のメカニズムを説明していきながら、その対策について考えていこうと思います。番組の最後はね、恒例のプレゼントもご用意してますので、どうぞ最後までご覧になってください。それではどうぞ。はい、便秘ってなんで起きるんでしょうね。食べ過ぎるから、その逆。便秘はね、腸内運動によって引き起こされる要因が最も大きいとされていますね。運動ね、腸の中で運動するんですよ。それから細菌環境ね、腸内フローラって言いますかね。それから大腸の運動を抑制する状況、例えば水分不足とかストレスとかね。それからそれらに関連する、例えば食物繊維を代表とする栄養素の偏りなんかだけを食べちゃう、これだけを食べちゃうとかね、何かが不足するとかっていうやつね。それからあとは便秘薬の常用に伴う自排機能、排便の自排機能の低下っていうことね。お薬任せにすると自分で出そうとしなくなっちゃうね、そういうのとかね。それからあとは大腸ポリープなどの生理学的な問題なんてこともあるけど、ここではね、それについてはちょっと外しましょう。病院行ってください。はい、ではどうやったらいいかってことをちょっとここで説明していきますね。この中でやったことないことがあればぜひトライしてみてください。まず1つ目、ヨーグルト。これは有効です。特に食直後に食べてください。ごちそうさまでした、ガブって感じね。でも市販品はダメです。なんでかっていうと、薬品が入ってる。薬品ってどういうことっていうと、ヨーグルトって本来は乳酸菌でこう発酵してるので、やって1週間経つと酸っぱくて食べれなくなっちゃうの。自分で作ってみたらわかるよ。それがね、売ってるやつって1週間どころか2週間1ヶ月持つのもあるよね。それって結局乳酸菌の生成を止めるために、冷凍してるなら別よ、そうじゃないんだった場合は、だいたい冷蔵庫ごときでは1週間から2週間ぐらい持つかもしれないけど、もうちょっと持つってことはちょっとおかしいんだよね。正直不自然なの。これって結局薬品が入っていて、乳酸菌は生きてるんだけど、生きたまま腸には届いてるんだけど、増えることをしていないから酸っぱくならないんだよね。ちょっと難しいんだけど、この表現が。だけどヨーグルトは市販品は食べないでください。できたら自作のものを食べてください。ヨーグルトメーカーとかで作って、最初の種菌だけは市販菌だけど、それを入れてもらって作り上げたヨーグルトを食べて、なくなりそうになったらまた牛乳買ってきて、またそれ入れてみたいな風にすると本当はいいです。ヨーグルトメーカーっていうのがあるんで、それで適温に温めてくれるのがあるんで、それを使ってください。はい、結局そういうことで言うと、キムチも有効ですね。キムチも乳酸菌ですけど有効なんです。理屈も一緒なんです。しかもカプサイシンのおかげで痩せるなんて言われています。でもね、やっぱり市販菌は要注意です。先ほど言った理由、薬品が入ってて1週間経っても酸っぱくもならないようなキムチは何の意味もありません。ヤクルトならいい。実はね、院長もヤクルト1000飲んでます。はい、でもね、添加物入ってんだよねって、確かにちょっと入ってるの。でもね、ヤクルトに自作ってわけにいかないからねっていうことで、とりあえずヤクルトは世界中で売ってるから、法律に引っかかるほどは入っていないのかなと思いながら飲んでますけど、やっぱヤクルト飲んでると便通が良かったり、僕の場合はします。はい、もちろんストレスがない方が一番いいんだけども、ストレスをなくす方法っていうのはね、この間の動画があるからぜひ見てみてくださいね。それから水分不足、特に食事中は重要なんですね。水分をどうやって取るかっていうと、食事の時いただきますってね、こう食べるでしょ。よく噛んで最低20回ムンムンムンって噛んで、ごっくんって飲み込んだら、これ麦茶ですけど、いただきますけど飲んで、それでちょっとだけ飲んで、またもぐ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 ってまた飲む。で、こういう、また飲む。と、こういう感じでやっていただく。だいたい 500ml のペットボトル1本、だいたいね、1回の食事で飲み切るぐらいのつもりでやってください。朝昼晩で合計 1.5 リットルね。それから寝る前にちょっとお水をね、このぐらい飲んでくれると嬉しいかな、ちょうど300前後ぐらい飲んでもらって、それで夜中そうすると必ずトイレ行くようになるの。トイレ行きたくないですよって言うけど、嘘、足痩せ目指したりダイエット目指してる人は絶対夜中に1回は絶対トイレ行ってください。それでトイレに行って、また喜んで水を飲んで寝る。朝また水を飲んで寝る。あ、なんだか起きるのよ。起きた時は水を飲むってことをすると、どん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 出てくる。
悪いけど入れて出す、入れて出すっていうこと、代謝ね、入れて出すっていうことやってって、水代謝を上げていくことによって一緒に溶け込んで老廃物代謝が出てくるわけだから、そうでもない限りは脂肪や老廃物は出てってくれませんよ。もし痩せたいとか便秘が嫌だなと思ったら、そういう代謝を良くしていかなきゃいけないんで、入れて出してください。わかりました。あとね、よく噛むことはもちろんなんですけど、何を噛むかって言って野菜とかいろんなもの食べるんだけども、結構食物繊維も大切って言ったよね。食物繊維も大切なんだけど、特にお肉なの、意外なのは。お肉の繊維ってすごい強いの。だから牛肉をしっかり食べてもらうのが本当は一番。特に赤身の肉、柔らかい脂肪のたくさんサシの入った肉じゃなくて、しっかり噛んで食べてほしい。そうするとガンと出るから。でもね、動物性の食物繊維は牛肉が一番いいんですか、鶏肉や豚肉じゃダメなんですかっていうと、これもまた話すと長くなっちゃうんだけど、鶏肉と豚肉の餌っていうのがちょっと問題で、やっぱりその人工飼料っていうのを使ったりとか、我々のコンビニのお弁当のいわゆる残飯を食べさせていて、そこにすごい添加物が入っていて、そういったものを食べさせてるから、あんまりおすすめしないんです。ですので、そういう意味ではそういうものをあまり食べない牛さんがいいんだっていうと、ビーガンとか言ってる人たちに怒られちゃうんだけど、単純にね、便秘のことだけ考えたらそういうことです。もちろんね、動物性食物繊維は大切なんだけども、植物性の食物繊維も大切です。どっちがいいとかどっちがダメとかじゃないんです。両方やらなきゃダメです。その時にね、一番いいものは何ですかって言ったら、ぶっちゃけね、干し芋、干し芋おすすめ。干し芋だと焼き芋とかでなんとかスイーツだっけ、なんか動画でやってたと思うんだけど、干し芋はねすごくいいよ。焼き芋もいいけど干し芋もいい。焼き芋は夏は食べにくいから干し芋がいいかな、この時期からすると。ね、その干し芋ね、美味しい干し芋僕持ってるから、今度ね、次回じゃあ干し芋の紹介しちゃいましょうね。なんか急に次のタイトルが決まっちゃいましたけど、そうします。でね、ミネラルが大切で、食べ物を偏ってるとミネラルが足りなくなったりします。そうするとね、筋肉とかの動かす重要な栄養なんでね、ミネラルはちゃんと補給しましょう。例えばだけど海藻とか取っていくといいんですけどね、意外と日本人ってね、海藻は吸収するけど欧米人海藻は吸収しないんだよね。不思議だよね。逆に日本人はね、小麦を食べるとね、便秘になったり太ったりするのね。消化酵素の問題なんだけど、だから日本人は本当にね、海藻を食べた方がいいよ。あと便秘薬に頼らないね。酸化マグネシウムの方がまだマシかな。あれも便秘薬だけど、どっちかというとラックミよりは酸化マグネシウムの最近のやつを飲んでた方が便が柔らかくなって出してくれるのでとってもいいねって感じね。あとは自排気機能でいうと、腎機能だというと腎臓の能力の低下なので、これはね、正直言うと血液検査や尿検査出てくるっていう人いるけどね、実際わかんない。それじゃで、わかんないまま体調崩しちゃう人多い。じゃなかったらね、毎月病院に行ってた梅宮達夫さんがね、いきなりね、腎不全で死なないのよ普通は。なんだけど、とりあえずそういった感じでね、皆さんね、腎臓はあんまりね、病院のデータだけをね、過信しちゃダメ。なので自分でね、ちょっとむくみやすくなったなとか、疲れやすくなったな、朝起きても疲れが取れないな、最近そういえば同じように生活してるのに太ってきちゃったなとかっていう人たちは、大抵腎臓弱ってますから、そういう時は腎臓ケアをした方がいいですよ。それでね、実際私たちのところでご用意してますプレミアム犬頭皮、僕自身は本来腎臓病で本当余命を宣告された人間で、これを飲んで良くなったので皆さんにご紹介をしてるわけなんですけども、もう本当8年かけて作ったものなので、それでね、飲んでいただくとね、なぜかね、ドカーンと出てね、お腹すっきりって人はね、ほんと多いんです。あんまりこういう言い方しちゃいけないんだけど、1ヶ月でね、10キロ減った人とかね、1ヶ月で5キロ減った人とかっていうのも、まあまあいます。ザラにはいるとは言いません。まあまあいます。ですので、もしね、いろんな意味で自分の体のケアしたいなと思ったらね、プレミアム乳頭皮なんかの服用も検討していただければ。結果的にね、前回の放送でやりました溶かす、流す、出すのところの部分はどうしても乳頭皮を飲んでやった方が効率がいいので、その方が私はおすすめでございます。はい、ではお待たせいたしました。230回目のプレゼントの内容についてご説明をさせていただきます。もはや恒例となりましたから、皆さんいつもやってる方はご存知だと思いますが、プレミアム犬頭皮2袋 EC サイトで3万円をかかるもの、10名に1人の確率で当たるこのプレゼント企画でございます。すでにね、もうね、今までやってきて2回当たった人がね、結構います。はい、応募方法はね、この番組のところのコメント欄に100文字程度のコメントを書き添えてください。
以前100文字に相当足りないコメントがありましたが、前回はクリアっていうか、まあいいな、しょうがないなと思ってましたけど、顕著に足りない場合はすいません、掲載を削除して応募できないようにしちゃいます。要するにですね、中身もそうなんですけれども、できれば感想文であったりとか激励の言葉であったりとか、次のなんかこういうことやってほしいなっていうことは全然いいんですけれども、全く関係ないこと書いてる人がいらっしゃったので、ちょっとこれはね、私たちの思惑とは違うので、すいません、ちょっと厳しい表現ですけれども、削除をさせていただく方向となりましたので、ご注意ください。今ここに印刀器はない、いつもとこ見せるでしょ、ないで、なんでか売り切れちゃったの。もう何回目だろうね、だいぶもう2回目かな、予定よりも早くどんどん売れちゃってて、売り切れちゃって製造が間に合ってないんです、ごめんなさい。ですので今度のですね、プレゼントの時には多分もうお出しする頃にはできてると思うんですけれども、そんなことでですね、犬陶器今欲しいっていう方いらっしゃってもね、通販の方には本当ご迷惑をおかけしちゃうんだけど、なかなか手に入らない非常に希少なものになりつつあります。そんなことで、もしよかったらこのチャンス、せっかくだったら飲んでみようかなって方いらっしゃいましたらね、実際は3ヶ月から半年飲まなきゃ効果出ないのよ、なかなかね、1ヶ月でポンと出る人少ないんです。なんだけど、ちょっと最初のね、少しでもね、お金が少し浮きますから、当たればラッキーってことでね、ぜひね、トライしていただければと思います。はい、今日はここまででございます。それではね、来週は干し芋についてでしたよね、持ってるものをお見せしますから、はい、食べ比べもしてみましょうかね、楽しみにしててください。それではさよなら。